事に入り込めたな。先頭車両を目指そう。リングは先頭の一等車か。急がなきゃ、突っ切ろう。それどころじゃないでしょう。ちょっと言い方言い方、この列車が気になってね、調査に来たのよ。なんだよこの火力は。気をつけて。やっと取り返したぞ。よかったわね、君も欲しいものが手に入って。ジョリー、依頼は果たした、行こう。まだ俺が。おかしな人たちだったな。まあいいか、次のターゲットはゴールドコアだ。
おいデブ、寝てるんじゃない。フィッシュ&チップスを食おうとしてたのに。バカ、俺たちが何を守っているのか知らないのか。伝説の秘宝ゴールドコアなんだぞ。はあ、古臭いガラクタじゃないか。お宝を狙うのにこんな時間に来るわけないだろ。それはそうなんだが。大成功。くそ、まさか先客がいるなんて。完璧、10点満点。あの子は一体。ここは通行止めだ。急いでるんだ、通らせてくれ。やりすぎたか。生きるって自分を信じ。やっと追いついたぞ。待て。もう何なのよ。ゴールドコアはそもそも私のうちのものなのよ。こいつはいいや。くそ、どんどん出てくるな。止まれ、止まらんか。警察局長、マルクス様直々の。うるさい、黙ってて。あっち行けって言ってんのよ。Thank you.
と落ち着いて俺の話を。どこか隠れられる場所は。戻ってくるの早すぎるって。できるって自分を信じ。礼を言うわ。私はトリシア。あなたの名前は？俺はイーサン。君は？早く隠れなきゃ。こっち。目をつけられちゃったわね。なんとかして逃げないと。ところで、何か言いかけた？君に聞きたいことがある。さっき君はゴールドコアは我が家のものだって言ってたよね。なら、どうして盗もうとしてるの？今はここから逃げるために力を合わせなきゃいけない。力を合わせるには信頼が必要だ。分かったわ。教えてあげる。さっき言ったことは嘘じゃない。ゴールドコアは我が家の家宝。それがゲス野郎に騙し取られたの。それが博覧会に展示されていた理由はジェネラル工業とそのゲス野郎がつながっているから。ゴールドコアを大々的に展示して自分たちの勝利を見せつけてるのよ。わかった。今はここから脱出するのが先決だ。無事に逃げ出せたら君の力になるよ。え？でもありがとう。危ない。行こう。じゃじゃん。みんな私と一緒にドラゴンを見に行かない？私に任せてよ。ゾクゾクした。君やるわね。どう？私と組まない？おい、何勝手なこと。怪我してるの？ちょっと見せて。それどころじゃない。走るぞ。
ぐそこに飛行船があるの。ついてきて。ミサイルだ。避けろ。たちは完全に包囲されている。無駄な抵抗はやめなさい。出口はすぐそこだ。突っ切るぞ。こっちだ。早く。ねえ、ちょっと待ってよ。ツーストロークエンジンか。十分だ。できるって自分を信じるんだ。でっかい飛行船だな。どう？私の船すごいでしょ。そういえば、なんで私のこと追いかけてたのよ。これだよ。ゴールドリング。協力してスカイシティを目指さないかって言おうとしたのに逃げていくから。とにかくさ、まずはコンパスを組み上げてみましょう。この光の方向、翡翠国ね。じゃあそこに行けば一つ目のジェム、大地の根源があるってことか。よし、水国へ向けていざ出発。夢みたいだ。俺がゴールドコンパスを手にする日が来るなんて。コンパスは揃ったわ。次は指示をもとに5つの宝石を集めてスカイシティの場所を見つけ出すわよ。5つの宝石は確か大地の根源、名月の輝き、
起源の炎、海洋の魂、それと…それと、自然の息吹。それ!そうだ、どうせ一緒にスカイシティを探すなら、二人で冒険団を結成しようよ。それいいわね。冒険団を結成するなら、名前を決めなくちゃ。なん…この名前に決まり。この私の冒険団なら万事順調間違いなしよ。まずい、警察に追いつかれた。この飛行船を見くびってもらっちゃ困るわ。スピードなら誰にも負けないんだから。白イルカ突撃。私に任せ。はいや、警察の影も形も見えなくなった。どう、少しは私の凄さが理解できたかしら。私は舵を調整してくるから、あなたは他の船室でも見てきたら。飛ぶんじゃなくて翼で空を飛びたいの。人類に翼が生えていなくても作ればいいだけだわ。私が新しく作った飛行翼を。警察局で犯罪者逮捕となれば私にかなう者はいない。僕が守っている限り死神でさえ彼女の命を奪えないのだ。
貴族の爺たちからはゲテモノグラフィティって呼ばれるけど、絵を描きたいってあの人たちに言いたいわ。陛下、皇女が覚えた新しい踊りをご覧ください。間違っていますか。もうからかわないでください。貴族の爺たちから、グリニッシュ警察局、人間も動物だ、当然自然界の規則を守らねえと。俺が言ってんのは弱肉強食って規則だ。ケーキの甘さで人は元気づけられて幸せになれるのよ。この異軍全大将軍参上、一緒に冒険しない？てか食料さえ確保できればごってん承知の助よ。飛行船に乗って飛ぶ。戦いが始まった。全てを僕に任せて。